スワンザの外観。クラース・アンスフィッセルによるロンドンのパノラマの一部を模写したもの。スワンザの張り出し舞台で進行中の上映を描いた1595年のスケッチ。ヨハネス・デウィットによるロンドンの街の地図。中央下部にスワンザの名が見られる。拡大バンクサイドのパリスガーデン荘園。スワンザの位置が示されている。拡大スワンザは ウィリアム・シェイクスピアの経歴の前半に、イングランド、ロンドンのサザークにあった、イギリスルネサンス演劇の劇場である。1595年に、かつて王室の所有だったリバティに建てられた。ロンドンの主要な一般向けの劇場としては、ジェームズ・バーベージのシアター・ザ、カーテン・ザ、ニューイントン・バッツ劇場、フィリップ・ヘンズ・ローのローズ・ザに次いで5番目に開設された。スワン・ザは、 シティオブロンドンからテムズ川を越えたサザークのバンクサイド地区の生誕パリスガーデン荘園の中にあったスワンザの創設者フランシス・ラングリーは1589年5月にこの辞書を購入した劇場が建てられたのは辞書の中でもロンドンブリッジに最も近い北東の角地でテムズ川から約130メートルの場所だった劇場はパリスガーデンステアズと カルコンステアーズの渡し場に近く、観客は渡し船で来ることもできた。荘園をもともと所有していたのはバーモンジーの修道院である。イングランドの宗教改革でカトリックの修道院が解散させられた後に、この土地は王室の所有になり、何人かの手に渡った末に850ポンドでラングリーに売られた。ロンドンの市長はラングリーが受けた。 劇場開設許可に抗議したが、この辞書がかつて王室のもので、市長に司法権がなかったため聞き届けられなかった。ラングリーは1595年から翌年にかけてスワンザを完成させたとみられる。建設当初はロンドンにある劇場の中で最も印象的な外観を持つ建物だったとされている。1596年頃にロンドンを訪問したオランダ人。 ヨハネス・デウィットは、友人アレント・ファンブッシェルへの書簡で、スワンザについて研究している。ファンブッシェルの美貌録に収録されたデ、デウィットの文章は、3000人の観客を収容できる、スワンザを、ロンドンの園芸劇場の中で最も素晴らしく、最も大きいとしている。スワンザは、角石のコンクリートで作られており、その木製の支柱は、とても巧妙に塗装されていたので、 最も感覚の鋭い人たちにさえ、大理石性であるように思わせたという。デビットの書簡には、スワンザのローマ風の外観を伝えるためにスケッチも添えられていた。ファンブッシェルによって複写された、この絵はエリザベス一世時代の劇場のスケッチとして、唯一現存するものだとされている。もし1596年の夏に、スワンザで、区内大臣一座が上演していたとすると、 彼らがそのスケッチに描かれている役者なのかもしれない。1613年にヘンズローが新しくホープ座を建てた時には彼は大工に自身がかつて建てたローズ座ではなくスワン座を真似させた。この頃ローズ座はスワン座と比較して旧式で時代遅れの外観になっていたと考えられる。1597年にスワン座はペンブルック博一座を迎え入れた。 俳優リチャード・ジョーンズ、トマス・ダウンタウン、そしてリーダーのエドワード・アレンは、ライバルであるローズ座の海軍大臣一座の地位を捨てて一座に、加入した。同年、ペンブルック博一座は、トマス・ナッシュとベン・ジョンソンによって書かれた悪名高い、犬の島の戯曲を上演した。具体的な内容は不明だが、同作は、権威の高い人々に対する風刺を含んでいたと見られ、数密院ばかりか。 エリザベス女王の不況もかった。ジョンソンは同作を演じたガブリエル・スペンサーや他の役者と共に投獄された。同年7月、王室の意を受けたスーミツインはすべての劇団の公演を停止し、すべての劇場を取り壊すよう命令を下した。ラングリーはかねてから劇場とは無関係な問題によりスーミツインと諌かいを起こしていたため、この厳しい処置は、 ラングリーを標的にしたものだったかもしれない。11月に命令が執行すると、巻き添え送っていた、区内大臣一座と海軍大臣一座は正式な認可を得て、公演を再開したが、スワン座のペンブルック博一座は、認可を受けることができなかった。ペンブルック博一座の主要な座員はこぞって離脱し、海軍大臣一座に加わった。残された座員は、 スワンザで無許可の講演を行っていたが、他の劇団がそれを明るみに出したため、1598年2月19日に、数密院から活動の差し止めを命じられた。以後数年にわたり、スワンザで講演が行われたという記録は、ほとんどない。1601年にラングリーは死亡し、スワンザとパリスガーデン講園は、民事訴訟裁判所の主席秘書官、ヒューブローカーに売却された。 ブローカーの一族は1655年までスワンザを所有し続けた。1602年に別のスキャンダルがスワンザを動揺させた。その発端はリチャード・ベンナーという人物が新しい戯曲イングランドの喜びを11月6日にスワンザで上演すると広告したことだった。同作はエリザベス女王の栄光を題材とした素晴らしい物語だと宣伝され、 愛国的な市民によってチケットはすぐに売り切れた。しかしながら、実際に2曲が上演されることはなかった。スワンザに集まった観客は暴動を起こし、劇場の設備や内装を破壊した。それ以降スワンザが再び人気を取り戻すことはなかったとみられる。宮廷と市当局がロンドンの演劇一座の数を制限しようとしたことで、露天劇場の数が過剰であったため、 スワンザでは断続的に芝居が上演されるだけだった。スワンザで初演された儀曲の中で犬の島と並んで最も有名なのはトマス・ミドルトンのチープサイドの低粛な乙女である。同作は再編された直後のエリザベス姫一座によって1613年に上演された。芝居の他にもスワンザでは剣劇大会や前いじめなどの大衆的な見せ物が 提供されていた。以後8年間、劇場は特別な見せ物のために時折、使われただけだった。1615年から5年間、スワンザが使用されることはなかったが、1621年に名前が残っていない数名の役者が講演を行った。彼らは長い間とどまらなかった。スワンザの建物は続く20年の間に老朽化した。 ニコラス・グットマンの1632年のパンフレット、ホランとリーガーにおいて、スワンザは今や朽ち果て、死に瀕した白鳥のように首を垂れて自らのン歌を歌うと描写されている。資料はその日付の後に、スワンザに言及していない。ありがとうございます。